ドラフト会議はご出席されるんですか？出席します。はい、競合しないことを祈ってます。金曜日、今月20日に迫るドラフト会議に向け大きな動きがありました。北海道苫小牧中央高校、斉藤優太投手の1位指名を公表。身長 189.5 センチ、体重91キロの恵まれた体格から投げ下ろす最速151キロのストレートが一番の魅力。カーブ、スライダー、フォークも操ります。ストレートを主体にして、三振を狙いに行くのが、自分の持ち味かなというふうに思います。もともと小食だったという斉藤投手は、一度の食事で茶碗3杯を欠かさず食べ、3年間で21キロの増量に成功。球速は11キロアップしました。入るのが目的じゃないので、これからも練習しっかり取り組んで活躍できるようにしていければいいなっていうふうに思います。次世代エース候補の単独指名となるか。球団はじっくりと鍛え、2、3年で先発ローテーションに入ってほしいと期待を寄せています。